はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ゴム一本で顔周りをすっきり見せるヘアアレンジをご紹介します。梅雨の時期ってね、髪の毛がパサついたりとかうねったりとかしてね、そのまま下ろしてると逆に老けてしまう。でも全部ヘアアレンジするほどね器用じゃないっていう方も結構多いと思います。今日はね、顔周りをすっきり見せるだけで老けて見えないヘアアレンジをご紹介します。使うのはね、たったゴム1個だけなので、まあ自宅でもそうですし、お出かけ先とかでもできるアレンジですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはこれビフォアの状態です。ちょっとね、こう湿気でぐちゃっとしてる状態から最初にブラシで溶かしていきます。ブラシだったりとか、まあなかったらもう手ぐしでも大丈夫ですので、ちょっとねまとめるような感じで押さえていきます。次、分け取るんですけど、大体まあ耳ぐらいですね。耳より気持ち後ろぐらいで割ってもらって、こんな感じで分け取ります。これを両サイドやっていきます。じゃあ分け取った両サイドの髪の毛を後ろにそのまま持っていきます。で、この時にね、結構このあたり、サイドの部分がぐちゃっとしやすいですので、しっかりとね、綺麗にまとまるようにして、手ぐしで飛ばしてみてください。で、後ろの部分でまとめて、ゴムで結んでいきます。で、この時にね、この後ろの部分の髪の毛を一緒に結ばないように気をつけながらやってください。で、結んだ後にね、ちょっと細かい毛がもしかしたら絡んでるかもしれないので、しっかりとそれをほどいて、で、ここに空洞が空いてるので、ここで一度クルリンパをやっていきます。でね、最後、お好みでクルリンパした部分を少しだけ取り戻します。あとね、この辺りの部分とかも少しね、ペタッとしている方もいらっしゃるかなと思うので、少しだけ高さを出します。前から見て、こんな感じですっきりしてバランスが整ってたら完成です。はい、ということでね、こんな感じでやってみました。めちゃくちゃシンプルで、もうパパッとまとめるだけです。ただね、やっぱりこう溶かして髪の毛をきれいに見せるっていうのがまたポイントですので、ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんがきれいで可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。